12レース5号艇の堀之内清子選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島は今年の7月優勝戦3着となって以来ということになりました。はい、今回は2連対率 33% のエンジンなんですが、はい、前傾乗ってみた感じはいかがでしたか？一人で乗った感じは大丈夫かなと思ったんですけど、特訓に行ったらちょっとおかしいところがちょこちょこ出てきたんで、はい、今調整してます。はい、はい、前節の最終日が強風で安定板がついていた調整をなされていたエンジンを手にされたと思うんですが、はい、あ、そうなんですね。そのままの状態で乗られたんですかね。はい、そうですね。いただけ取って、はいはいはい、では、うん、そのあたりも含めて合わせる余地はあるかなと、はい、そうですね、はいはい、近況は11月琵琶湖蒲郡と2節連続輸出中でいらっしゃいますが、はい、ちょっと冷えてきての調整というのがここから課題になってきます ね。 そうですね。ちょっとその頃はまだ暖かかったんで、はい、どれぐらいエンジンにこの冷えが影響してるのかなと思って、はいはい、来ました。はいはい、温水パイプもついていますし、はい、ではそのあたりいつもご自身が目指される足を、はい、攻められる足と、そうですね、しっかりとしたターンもあるよと、はい、そうですね、はい、それでは今年は地元戦5回目ということになります。はい、1節間にかける意気込みをお願いします。はい、たくさん小島走らせてもらってるんで、今年最後頑張りたいと思います。